はい、お願いします。え、本日はまあ経済対策についてお話をいたします。え、三月、四月、七月、そして九月の対策に引き続き、先ほど大型の総合経済対策を閣議決定いたしました。え、今回のまあ対策はえ、ぶ 物価高克服、経済再生実現のための総合経済対策です。物価対策と景気対策を一体として行い、国民の暮らし、雇用、事業を守るとともに、未来に向けて経済を強くしていきます。今回の対策は、財政支出39兆円、 事業規模で約72兆円。これにより GDP を4.6%押し上げます。また、電気代の2割引き下げやガソリン価格の抑制などにより来年にかけて消費者物価を1.2%以上引き下げていきます。物価対策として 重点を置いたのはエネルギー価格対策です。もろもろの物価高騰の一番の原因となっているガソリン、灯油、電力、ガスに集中的な激変緩和措置を講じることで欧米のように10%ものインフレ状態にならないよう皆さんの 生活を守りますまず物価高から生活を守ります家庭の電気代について1月から来年度初頭に想定される平均的な料金引き上げ額約2割分を国において負担をいたします事業者に対しては 再エネ付加金に見合う額を国において負担する措置を講じますガス料金についても同等の措置を行いますまた現在1リットルあたり30円,30円引きとなっているガソリン価格の引き下げを来年も継続いたしますこれらにより まあ総額6兆円平均的な1家庭で来年前半に総額4万5千円の支援となります。